じゃあそのいやだから僕の場合はそのストンと落ちる場所を自分で見出せないと納得いかない。あ、うん、だからフライパンで取り焼いてでやるよ、うん、でも僕最初の7年間は趣味でだったから、はい、その美味しさ知ってるんですもん、はい、こっちの方が絶対うまいじゃん、うん、で一周回ったら全部かけさせられるわけだから、うん、で舌だまりができていくわけでしょ、うん、で牛肉でもやるわけですよね、挟んで、そうですね、ぐる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 で油溶け出てくるじゃん、肉汁もそうだし、あ、これでヨークシャープディング分かるわ、あ、なるほど、そうそう、ね、ちゃんとつながるんだ、つながる、あの、料理に意味も出てくる、そう、で、それをヨークシャープディングでルセットで牛脂使うってもう、あ、もう全然美味しくない、全く違う、で、そういう思い出を持ちながらフランスに行った時にイギリスに行ってローストビーフの専門店、当時女性が入れなかったところがあるんだけど、そこ行ってヨークシャープディングが食えた、うん、あ、こうやってやってんだ、うん、だからそれの集大成が和紙さん、うん、だから俺もオーブン興味ないし、うんうん、だからピザ窯みたいなところにバーンって牛肉突っ込んでたらそれうまいっしょ、うん、どういうふうに焼かれてるんですか。いや、フライパンで普通に焼いてます。あ、そっか、いや、もうちょっと転がしながらと、転がしながら、そうですね、厚みのある場合、そう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 、転がしながらで、油はその上がらないように適度に捨てていく、はいはい、やりっぱなしにして上がっちゃうんで、上がっちゃうじゃないですか、上がっちゃうんですね、だそれはなしですね、だから常にこうちょっと入れ替えて、そうそう、入れ替えて入れ替えて、で、まあ1時間ぐらい焼くときは当然酸化するから、うん、うん、それで、それで気遣います、油全部流しちゃって新しいの入れて、はい、で、舌だまりジュースですよね、でそれは別に取っておく、はい、でそういう風にしながらやってるね、うん、だから前なんか撮影でやったんだけど5キロぐらいまではオーブン使わないで大丈夫ですよね。そうですね、行きますよね、僕もやったことあります、うん、あの、普通にある程度の大きさまではいける。5キロって言うと、まあ、なんか感覚だとオーブンすぐっていう感じのイメージがあるんですけど、まあ、見た瞬間にあ、いける、大丈夫、でそれだけやっぱりお料理って時短時短とか手間暇って言ってやっぱり時間をかけることによっての美味しさっていうのは当然でしょ、当然出てくるわけですね、うん、今だから。だからそこもその僕の場合はもう再三言うんだけど才能ないから感覚的なものじゃダメなの、うん、じゃあフライパンって今度何っていう話になってくる、うん、オーブンって何、うん、下からの熱と輻射と対流で、うん、じゃダメじゃん、うん、で下からの熱だけ、そうするとこの、ここに対流が生じるわけでしょ、暖かい空気が上に行くわけだからさ、とこれ両サイドとトップを温度計開けて何度になってるのこれって調べない、普通は、普通は調べると思うんですよ、で俺はやった、うん、でそうした時にあ、これだけ温度差があるんだ、なるほどねっていう、うん、ではこのまま置いといたらダメじゃん、でも返しすぎてもダメだし、うん、自分で理解できればいいんじゃない、あとはまあ昔の人も多分やってたんじゃないの、金押しみたいなのを刺して、うん、もうこれぐらいの塊になると分かんないですもんね、指じゃ、うん、魔法の指持っててもちょっと難しいからね、うん、ともはこんなんで耳たぶぐらいとかに感じる分かんないよね、分かんない、あるの嘘でも多くの若いね、フランスでやるじゃないですか、 なんだっけこうやって、あ、ここね、ここ、そのものを分かんないよ、こんなの周りにもあのファジーで分かんないよね、そう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 、一番知りたいのは 若き料理人の方たちがお肉ってあの和シェフやタニシェフどうやったら美味しく焼けるんですかって、これ一番多い質問なんですよ、やっぱり肉汁を、まあ、肉汁が回ってないと美味しくないと思います、僕はそう考えてます、ただ日本の方だとお刺身が好きだから、はい、叩きみたいな、まあ、牛は特にね、叩きみたいなもの好きだと思うんですけど、実際そのアルゼンチン行った時にアルゼンチンって割とビアンキューなんですよ、でもビアンキューなんだけど、はい、あのすごい時間かけて意味のそのビアンキューと違うでしょ、ちょっと違うんですね、まあ、肉がまず若いんですけど、はい、それを薪の火でゆっくり焼いていくんですよ、時間かけて、それでトータルビアンキューになるんですけど、だからそんなに水分抜けてない、うん、全然違うんですね、全然違うんですけど、いわゆるフランス料理でいうところのビアンキューとは違うんですけど、そういう風なものを食べた時にやっぱり生っぽいもの
まあ、レアに近いものっていうのはあのそれはそれで魅力はあると思うんだけど、自分が何回も焼かれた美味しさあるなって、そうすると肉汁がしっかりこう回っていて、あのそれを噛むと当然その味が口の中に広がって、はい、あ、美味しいになるんですけど、なかなかそこを、まあ、時間が、まあ、例えばある程度の時間必要だったりとか、はいはい、あのすぐに食べられないっていうのはあるかもしれないですけども、はい、そういうふうに焼けた時の美味しさっていうのは、まあ、あるんじゃないかなっていうふうに思いますね。それがネイティブアメリカンのバーベキューだ。あ、うん、じゃあ、そうそうそう、じゃあチャコールで焼いてるからバーベキューじゃない、だ関節熱で焼くっていう、そういうイメージ。だシェラスコなんかでもあんなもん直火でガンガン焼いてたらただ真っ黒になって終わりだから、中生だし、だ時間をかけて焼いていくっていう、だからバーベキューでも、もう和志さんが今言ったようにこうあの赤いリングができていくでしょ。で今僕軽井沢のお仕事ちょっと手伝ってるので、はい、バーベキューも、はい、うん、あやっとここまで来たなっていう、そういう感じかな。バーベキュー、ああ炭で焼いてって、いやいやいや違うから、煙で焼いていくっていう、だから多分マルディグラも、あの和紙さんの中のイメージではそうかもしれないな、時間かけて、でビアンキュイでもジュース抱いてるし、そう 今ほら生だといいっていう風潮が結構あるんですよね、焼きすぎとか。そうじゃないんですよ、だからそれも日本のその、なんとかランク風で、それやっちゃうと中の油全部溶けちゃうから、逆にダメなのかもしれないけどね、多分こう趣味ね、さっきの話にちょっとだけ戻りますけど、趣味ねだと焼けながらルポゼしながらっていう、でも温度的には割に荒々しくはないけれどもしっかり熱は加わってる、でそれがあまりにも低いと、最終的に肉汁回ってたとしても、躍動感が出ないんですよね、それを食べた時に。それはその肉汁があまりにもこう妙に浸透してて、本当に呪が感じられない、噛んでも、何食べてんのかなっていう感じになる場合もあると、あんまり低温で焼いちゃうと、すごいよくわかる。だからその、まあ、ちょっと真面目な話になっちゃうんだけども、昨今のその調理法っていう中で、その、まあ、ベストなこう温度帯っていうものを引き出すのはそんなに難しくないと思う。タンパク質の凝固温度、あとは血液、水分の凝固温度っていうものを調べていけば、ただそれだけに集中してしまうと、今和紙さんが言ったその躍動感でいい言葉だな、だその躍動感があるから素材をバッと切った時にそのジュースがふわっとして、でそこにソースが相まってっていう風がそのフランス料理の僕は醍醐味だと思うんだけども、やっぱりね、真空パックとか何度で何分とか、もちろんそれが必然である場合もあるよ、何百人もやるっていうのは、例えば、まあ、和紙さんとか僕がやる調理法だとなんかえれえ ムラがあるなこれっていうふうにはなってしまうんで、だからそれはそれ、でもその和紙さんが今言ったのは躍動感っていうのはねすっごくわかる、だから切った時にうわっとジュースが出てきて、これいいよねっていう、その生きてる生きてる、当然そこには個体差もありますし、そうですね、やっぱりいろいろなこう条件もありますよね。なんか性格的なものもあるのかな。あの、ね、完璧って求めてないんだ。面白くないし、完璧って。まあ、お魚でもお肉でも、全部自然のものですので、そう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 、お野菜もそうですしね、何度で何分なかなか決められないっていうのは、じゃない、まあ、作業性を重んじるっていうところでは必要かもしれない。それは分かるんだけどね。和紙さんが言ってる通りじゃない、と思うよ、本当に。で焼くっていう風です と、フライパンで言うと、シェフはマイヤーさんですよね。僕はね、何でもいい。マイヤーさんが楽。あれ、こう材質どういう感じなんですか。テンパールです。あ、テンパール。テンパールです。はい、はい。シェフはアンバサダー的なっていう風ではなくて、そのお魚もお肉もシェフの、いや、いっぱいあるんですよ。芋のもあるし、そうなんです、はい、それを使い分けて全部、はい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 、
ただやっぱり、ね、1時間ぐらいかけていくとあれどうなんですか、やっぱりそのフライパンの厚さとかそういうのって影響あるんですか。あの熱をキープするとは思います、厚みが。ああそうかそうか、だからこのぐらいの熱であの火を入れたいっていうあのイメージがあるとしたら、はい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 、あんまりこう火加減によって上下しすぎると本当にこう何ていうか調節が難しくなる。なるほどね。厚みがあると少しハードルが下がると思います。で、あの若い同業者の方もよくあのうちにも食事にお見えになるんですけど、聞かれたのが、僕はあのフランス料理でやってるお肉とか焼くときにバッとバターの塊を入れてじわじわじわってなってるのがあの好きなんですけど、うん、実際に自分でやってみたんですけど、シェフがさっき言ったように上がったような感じになっちゃって、そのどうやったらうまく焼けますかっていうご質問とかもいただいたりして、さっきわしさんが答えてそういう常にちゃんと言えちゃうと若い子は気になるって、そういうね、もうあのねじないなシェフがノアゼットの話そうそうですそうですそうですそれにやっぱり憧れるっていう、ノアゼットの話したもん、あの知りたいんですから、じゃあボイスも入ってるんですから、もうだからその例えば肉を焼いてる、魚を焼いてる時にその出てきてる油食べてる、そう、あそう、じゃあこうかけながら焼いてるだけじゃないの、それただ眺めてるわけだから、うん、だからね、やっぱりこれすごくまた品種買っちゃうかもしれないんだけども、自分の才能のなさに気がついたらいいと思う。だからどこまで掘り下げていくのか、俺なんか未だに味見るもん、魚焼いててわくさっとか、うん、あもう酸化してるなとか出てくる、そう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 、ね、空気に触れて時間が経てば経つほど、うん、特にあの、まあ、僕はサラダ油使わないけれども、あの粘性のある油でもやっぱり無理あるもん、うん、でそれ捨ててとか、それ味見たらすぐ分かる、うん、だからブールノワゼットもそのいつ入れるのかとか、うんうんうん、どの状態で揚げるのかとか、だからそれもその秒刻みで空のフライパンにバター入れてやってみたらいい、まだ真っ白で泡が立ってる時のその味で、泡がストンと落ちた時の薄いノワゼットになった時の味で、そこから過ぎて、でもっと過ぎたらブールノワー、ブールノワーを使う料理はあるわけだ。そうそう、魚の料理でね、ブールノワーをキャプっていう、うん、あのケッパー風味の焦がしバターじゃないんだよ、真っ黒ケッケのバター、ブールノワーっていう、今ダメです、あの発がん物質があるっていう風で、どうだろう、3、40年ぐらい前まではあった、はい、あの僕もやってたんで、うん、だそういう炭化させたものとか全部食べればいい、そうするとわしさんのようなこういう体験になる、ね、そういうことでやっぱりあれですか、わちシェフのお話もちょっと、いやだからわしさんはそういうものをずっとこう研究しつけてきてるから、そのね、体で覚えてるところが、うん、僕はそんな量やらないから、やっぱり文献とか自分で仕事やってる中で全部自分で得得してしかないじゃん、教えてくる人いないんだから、わしさんもそうだし、わちさん、これのお話はちょっとシェフが今おっしゃってたその味見をする、その油に香り移るからの話で、で大体、まあ、味見するするって言ってる人でも仕上がる前にちょっと食べるぐらいが多いけど、多分途中も食べてる、要は大丈夫かな、はいはい、チェックですよね、チェックです、チェックです、あの、はい、品質のチェック、はいはい、嫌なネガティブな香りないかなとかっていう、でもそれが結果その油が酸化してるのを変えたりとか、で香りをもう一回リフレッシュしたりとかっていう風に、もう多分それは体がそういう風にでなするようにできてる、何回も何回もやることで、それは僕にもあのパターンは違うにしてもすごくあります。お互いほら料理人目指してなかったから、私がねファッションも好きでロックも好きなんですよ、そうなんですよ、海外ファッションとロックからだから、しかもおもちゃまで
バイオリンも習ってて、一緒だから油絵もやってらっしゃってたんです。シュがピアノでしたけど、いや俺もピアノやってたんだって。俺高校生の時にお前単に芸大行けって言われて美術部入ったんですよ。本当ですか。本当にで、あの墨でさ線だけ引かされてなんだよこれ全然面白くねえじゃんってやめた。あれはね、あれつまんないですね。師匠あれつまんないね。でもどこまでやるんですか先生、真っ黒になるまでやれ。何それって。ちょっと話ずれちゃうんですけど、バイオリンは小学生ぐらい、まあこう、そうですね、あの幼稚園ぐらいの時から小学生高学年ぐらいまで。すごいやばいですね。音出たちゃんと。僕、うん、全然譜面見なかったんですよ。え、どういうこと。先生の指の位置と絶対音感みたいな感じ、音を聞いて弾いてた。うわすごいと。いやすごくないんですけど。でどっちということはね、音符読めないってことでしょ。音符読めないってことだ、はい、俺もピアノそうじゃないですか。それで習って、どっちかっていうとその時にあのまだちっちゃいからあの飲み物を出してくれるんですけど、カルピスが出てきた。あなるほど、なカルピス飲みたくて言ってる。まあまあそういう、まあちょっと、あの、それちゃいましたが、全然、でもお肉ってやっぱりそこ、その自分で習得するしかないんですよね。その焼きながら何回も経験しながら途中途中、シェフもよくこのチャンネルでおっしゃってますけど、その温度設定じゃないっていうところで言うと、本当に香りが変わってくるから、はい、そのバターにせよ、はい、オリーブオイルにせよ、加熱したことで当然香り立ってきますし、はい、で、融点違うから、はい、それによっても肉の操作変わってきますし、はい、だからそのバターをどう使いたいのか、はい、ノアゼ、さっきの本当ノアゼット、はい、ノワールはないにしてもノアゼットまで持ってってどういう香りがつけたいのかっていう、はい、っていうところの香りに対してもっとグッとあの、うん、フォーカスしないとダメなのかな、うん、はい、それをずっと見てて、まあできたら食べたりもするとだいぶ分かってくるんじゃないかなと思うんですね、うん、でも数焼くとやっぱりね、分かるし、ね、その中でさ、自分がそのポジションを任されてる時に別に自分の未然に切らないわけだからさ、いいわけじゃん。だバター入れろよって言われた時に、その例えばね、オランデーズソースとかあるじゃないですか。そうするとさ、上澄み入れる、バター、うんうん、クラリフェを、で、その下に沈んでるプティレっていうやつだよね。でもその両方味見るじゃん。こっちただの脂肪じゃん。やっぱ美味しさってあのプティレじゃん。そう、下に沈んでるのやん。で、これを焦がしたのがブールノワゼットじゃん、うんうん、と、オランデーゼやるときにそのブールノワゼットの上のそのプティレが焦げたその香りが移った溶かしバターで作ったオランデーゼってどんな味になるのとかやれるじゃん、いくらでも。だからそれをどうしたらいいですかっていうふうに、いや自分でやれよお前それぐらいっていう、うん、だからそのアロゼの時もあれブルドクラリフェでやったら全然アロゼにならないからね、泡立たないし。あ、そうなんですか。そう、ムースにならない、立たない、全然立たない。水があるから立つ、バチバチバチの、そうなんですか。そう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 、だからそういう一つ一つのことを自分で検証するわけよ。で、あと油変える、はい、サラダ油ね、でサラダ油使ってその洗剤で手洗った時に簡単に落ちる。なんだこの混合油、オリーブオイルで洗うのとそのラードで洗うのとヘッドで洗うの全然違うじゃん、落ちねえし、マジックリンでやってもっていう。だからそういうものを全部体感しながら自分の料理に全部当てていく。でそしてフランス料理の、まあ、エスコフェイさんでも何でもいいんだけど勉強してった時に、フランス料理ってそんな調理法ないじゃんいっぱいっていうふうに気がつく、うん、割とシンプルですね。そう、シンプルなんだ、うん、そこがやっぱり谷シェフと和知シェフの料理家のところの近いところで、シンプルなところからの発想って言いますか、うん、だから自らをシンプルに持ってってるんじゃなくて、うん、シンプルなのよ、うんうん、だからあれだけ豪華にしないとシンプルにならないから、うん、シンプルのまんまいっちゃうんだよ、うん、お客さんの前でドーンと持ってってこうキャービングするとかさ、うわっすげえっていう、うんうん、特に貴族階級だから、うん、レストラン料理和知さんのは一般だから、だから強いんですよ本当に。僕も肉食いなんで、あのお客様がこうイメージしますよね、今日肉食べたいって言ったら銀座の肉の聖地和知シェフのお店マルデグラミっていう風な感じで、今ってそれないじゃないですか。レストランに行っても、ね、
なんかマンディグラっていうなんかワチさんの顔を想像するんじゃないかな。あ、そうですね。じゃない？うん、そうそうそう。実はそっちでしょ。後輩がポスター店に貼ってる子がいて、あ、すごいすごいすごい、すごいですよ。なんでって言ったら、顔見たら肉食べたくなるっていう心理を狙って貼ってます。うん、もうやめて、もういいでしょって。電車の中吊りでも結構いけるかも。あれなかったっけ、わしさん。ありましたね。あったよね。あったあったあった。そう、俺一人ごと言ってたもん。なんだお前。一人ごと言ってたよ、わしさん出てた。そう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 、山の線。でも今そういうのがなくなったんですよね。ジビエ食べたいからどこどこ行こうとか、お魚料理食べたいからどこどこ行こう。だから店の名前じゃなくて。そう。そのシェフですね。シェフの。シェフの。簡単に思い浮かぶんですよ。そうそうだよね。すごいわしさんって。ワチェフのお店はアラカルトなんですよね。そうですね。もうそれはね、やっぱりお店の実力がないとできない。できない。今もうどこ行ってもお任せばっかりなので。アラカルト減りましたよね。アラカルト減ったとこないですね。ないですね、やっぱり、何の抵抗もないね、今定食ね、はい、お任せで、そのお肉の種類の多さと、あと調理法とかね、それもやっぱりなかなかできない、本当に、うん、オーダー入ってきたら大変だもんね。もう4人でバラバラだったらもうパンクしちゃうって感じだもんね、今のうちの。もうやりたくない。なんで4人全揃えてこないんだよみたいな。そこでもう葛藤が始まるわけだから仲悪かったんだな、うん、サービスの方と調理場と。でもやっぱりその考え方っていうのは、ワッシュは美味しい、こう今日どんな調理法にしようかなって先ほどもおっしゃってましたけど、お店をやる、こう、実はですね、まあうち22席なんですけど、本当にこう年齢からね、いろんなこうレンジがあるんで、勝手にする場合もあるんですけど、量を変えてます。やっぱりある程度お年召した方はそんなに召し上がれないんで、ちょっと少なくしてあげたりとか、まあ美味しいものが食べれればハッピーになれると思うんで、きちんと常識の範囲で少し減らしたりとかっていうのはもう全然よくやります。だから下手すると塩味も変えていきますけど、はい、見えてるしね、はい、見えてるんで、だからできるだけ調節をしてますね。テーブルごとに微妙にポーションだったり味付けが変わったりもします。まあそれぐらいシンプルなものをやってるんで、いいですよね。変えやすいんですよね。多分ね、僕今日家帰ってうちの奥さんに言われるね、私ワッシャの店行ったことない。あ、そうです。ぜひ行ってください。ぜひぜひぜひ。言われる、絶対言われる。美味しそうだもん。でも話も美味しそうだし、シェフあれですか、本来のレストランの元々のある姿っていうのは、やっぱり今日こうお客常連の方だったり、おじいちゃん、おばあちゃんだったり、若い方だったりとか、生き方っていうか、その僕はほら常々、ね、前もいつも言ってるんだけど、その何をしたかっていうことではなくて、どう生きたかっていう風を大事にしたいタイプなん で、そうするとその料理人としてその何をしたかじゃなくて、そのどう生きたかっていう部分に関してはすごく共通項がある、うん、楽しいとこなんだよっていう、うん、楽しいとこですよね。そう、だから作る方も楽しいですし、うん、食事することも楽しい、うんうん、と思う、うん、まあうちの店の若い子にはレストランは特にフレンチは愛をささやくところだっつって。僕もワッシャの店行ってさ、スタッフの、ね、女性だったんだ。あ、女性だったで、ね、で僕一緒に食べてて、はい、これ食べてみ、これって言って、はい、やられたそうそうそう、ね、俺が肉切ってまだいます。あ、いるんだ、まだ働いてる。嬉しい嬉しい。肉切ってでね、その付け合わせがあったんだ、うん、でそれと肉を一緒にして、で食べてみこれって、これ美味しいからって言って、シェフはオンデュエットとコリアンダーのサラダを、そう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 、これ美味しい組み合わせ、俺すっごい美味しかった、うん、でこれ食べたことあるって聞いたら、ないです、ちょっと食べろって言って、うん、で今食べろって言って、邪魔してるんですよ、どう美味しくない、
美味しいですって、よかったね、いい店にいるよねって言ってた記憶はね、僕鮮明に覚えてる。うん、いい店だよ、本当に楽しい。うん、あともう一つ、あのちょっとご同業者の方からのご質問として、はい、肉の熟成についての、先ほどまあちょっとジビエのことはシェフ語られたんですけど、うん、牛肉のことですよね。それは来たんだな。熟成はそうですね、本当にそれは好みもあると思います、はい、で僕がいろいろ調べたり、よその国にも行って食べて感じたのは、日本は熟成する環境としてはなかなかしっかり作り込まないと、熟成する前に肉が傷んじゃうっていうふうに失敗されてる方もたくさん話聞いてきました、はい、でヨーロッパも本当に熟成しないと硬くて食べられないから、もともとはそこなんですよね。そうです、日本の牛と全然違うから、はい、もう寝かしたものじゃないと硬くて食べられないのと、ビアンキューしちゃうと本当に顎外れるっていうだからみんなのブルーとかセリアンとかで、はい、ブルーがすごい多いのにびっくりしました。日本のレア好きとはまたちょっと違うんですよね、本質、はい、的な意味合いが違う、ね、意味合いが違います、うん、一時期日本でも熟成庫とか言って流行りましたよね、熟成っていうことが。でも谷ちゃんはずっと腐敗と熟成は違うからってずっと言ってたんですよ。おっしゃるとおりです紙一人だから、そう、日本はそれをどうなんだろうっていうこと で、食べる方の目線でいくと、熟成したああいうナッティーなノアゼットな香りがお好きだったら熟成が選べばいいし、はい、フレッシュな感じがお好きな方はあんまり熟成してない。僕はその中間というか、昔はステーキ屋さんってさらしに巻いて冷蔵庫でこう乾かして、はいはいはい、その方式が僕は好きです、うん、どちらでもないんだけど、はい、あんまりフレッシュすぎてもこう深みがっていうふうに思うので、はい、熟成したやつももちろん使ったことがあります。だけどそのなんていうか、昔からの日本のお肉屋さんの貯蔵の仕方、はい、あ、日本に理にかなってるんですね、昔からと思います、気候的に。あ、生ハムも今信州の方で、2年半熟成して自分で作ったやつ、見ましたね。信州の方っていうのは分かるんだけどさ、それじゃ別荘でやってるの？別荘じゃないです、別荘、まあ、そんな日本ワインのブドウ栽培農家さんが、オフシーズンの時に、はいはい、ワインの蔵の、はい、どっちかの割と標高が、まあ、700、800メートルぐらいのところかな、はい、そこの地下で貯蔵してくれて、塩漬け自分でやらせてもらって、で預かってもらって、ヨーロッパじゃん、それぐらいの環境ないとやっぱりだよね、食べらんないカビっていうのがついちゃう場合が多いので、はい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 、環境をそこまできちんと作らないと難しい、もしくはそのちゃんとその熟成した時にも食べられる菌、はい、まあ、北海道の大学と一緒に研究しておやりになっている方もいるんですけど、そういうこう菌を植え付けて、肉がダメにならないようにして熟成させるっていう方もいますし、まあ、それも人それぞれいろいろありますけど、ただ黒毛和牛に関してはその黒毛和牛のすき焼きとかしゃぶしゃぶにした時の、はい、和牛の香りが熟成するとなくなるので、それを良しとするかですね、和牛粉って言われてますけど、それをか好むか好まないかっていうのでも分かれてくるっていう感じですかね。今そのご自分でもうハムも作られたりということで、はい、シャキトリの方のハムやソーセージの方、はいはい、私はソーセージは熟成させない、熟成って言わなくて作り置きしない、作り置きしないです、はい、そこがまたスタッフ大変ですよね。でもそれはもうめっちゃ嫌がる、絶対嫌がると、うちのお前さんは絶対僕無理ですって言ってました。いやでもね、それ僕クソードから聞いた時に、いや別に今普通にこれで手絞りでいけるじゃん。はい、もちろん手絞りでもいけますよ、ね、そう、ミンサーかけるんでしょ。ブーナブーナを作ったりしてたんですけど、うん、何回引いたかな、6回ぐらい引いて、うんうんうん、僕高性能なロボクープ持ってないので何回も引いて、それで滑らかにして、はい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 、発生はしないんですけど、はい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 、で
フレーバーっていうかそのお酒入れたり、はいはいはい、塩を入れたりっていうふうにして、はいはい、で作ってたんですけど。あとあのソーセージのあれあるんでしょ、こうやってやって。ありますあります、はい、だって俺なかったんだから。最初は絞ってましたよ。いや、絶対だって大橋さん絶対だったって言ってましたよ。あれ呼んで俺上手だよ本当に。上手そう。いやだからパッションシェフがもうポッシュに入れて行くぞ谷って言ってグーッとフランス人だからすごいです力が。で俺がこっちで蝶を持って均等にこうやっていくわけですよ。こうやって作業が楽しいんですよ。これがね面白いんだよ。こうやってきながらこうこうしてるの、ここにここにこう挟みながらうまいよ俺結構。いやでもね、うん、スタッフにしたら本当に大変な作業。いや大変だよ、勉強になりますよね。でも今やってないその干すソーセージじゃないの、うんうん、フレッシュはもう和紙さんのやり方じゃないと、それダメ、うんそうね、絶対に理想的には、うんうんうん、普通だったらね、フランスだったら肉屋さん、シャルキュトリー そのお店がやる仕事だから、はい、アンディエットもそうですけど、あの日本全部やんなきゃいけないから、日本本当作らないから作らないそうなんですよね。作らないといけないあとシェフも鴨のソーセージと今度熟成させる感じでフォアグラのこう、そうそうそう、余った油、うんうん、余った油とか、牛肉は僕その和紙さんほどなんか使い込んだことがないんで、まあ、ある種脳脇だけのところがあるんだけど、まあ、そっちの方はね、うん、あのもういわゆるほらコンフィとか、うん、その保存食系になってくるんで、うんうん、僕はそっちは比較的得意なんで、うん、テリーヌではなくもう鴨の素質とかそうそうそう、ね、保存食にしたものっていう風で、ね、うん、あの熟成の美味しさが、うんうん、だから冬の時に作っといて、うん、でそのまま、まあ、春先までその次の食材が出てくるまでそれで食いつなぐっていう風でしょ、うんうん、そうですもんね、うん、はい、まあ、ハムにしてもそうだし、うん、だから和紙さんからさっきそのパストラミっていう名前がポンと出てくることがね、うん、すごい嬉しい。トルコに行った時にパストラミ食べてすっげーうまい。何これって思ってこの硬さと。パストラミの、まあ、うん、元祖みたいなですね、あの、うん、トルコのやつも。そう、すごいよね。ちょっとこう英語圏とは製法が違うし、そもそもにあのハラルでこう血をなくしてなるもの使ってない。でその血を取るチェメンっていうその香辛料なんだけど、それが塗られてて、あのでオレンジ赤いみたいな、そうそうそう、でそれが塗られてて、それが吊るされて売られてるわけ、うん、でハエがたがってないんだよ、うん、何これって寄らない、確かにね、ウジが湧かない、あのチェロン塗ってあると、そう血が全部そっちが吸ってくんだよ、一切ない。だからそういうところは、うん、僕はね和紙さんと一緒で結構詳しい。つまりそういう話をしてると、あこいつレストラン行ってねえなってすぐ分かるよ。いや行ってないし、ね、お腹壊しませんでした。全然。いやトルコでお腹壊したじゃないですか、ね。した。いや違う違う違う。僕がトルコに行ってお腹壊したのは香辛料屋さんに連れてってもらったんですよ。スパイスマン。でも見るもの何だから店先にあるのがあのトマトじゃないですか。はい、発酵トマト、はい、あの日本のお味噌みたいに、はい、でこれ全部味見ますよね当然、うん。全然違うじゃん。でそこから。こう香辛料もう知らないもんばっかりですよ。でこう全部味見ていくわけですよね。で奥の方に行った時に、それでもね、で奥の方に行った時になんかえらい派手だなこれ、赤だの黄色だの緑だのっていう、でそれこうやって食べてて、で今度ね全然色がこう真っ黒けっけみたいなんですよ、うん、で何これってこんな香辛料何使うのって言ってまた香辛料の方に戻っていくわけですよ。翌日さめっちゃお腹壊しちゃって、うん、大変だったんですよ本当に。冗談抜きで外出できました。いやそれが外出しなきゃいけなかった あのエフェスにエフェスの遺跡に、そう、はい、もうねエフェスに行った時にあの旧市街地とかあってさ、もうまあ紀元前のところなんだけども行って、でこれがなんとかの建物だとか言って もうこんな感じですよ、うん、その一緒に連れてくれた大学の教授が、谷さんさ昨日あの香辛料屋さん行ったじゃない、うん、そのご主人が言ってたんだけど、あいつは何でも食ってるけど大丈夫かって全部食べてる地元の人に言われるそしたらさ、どういうことですかって、あの、タリ君食べてたのさ、あれはあの香辛料じゃなくて、うん、顔料とあと火薬え？タトゥーの結構っていうのもあった、あった一緒にスパイスのスパイス売り場一緒に売ってるんですよ、それです。でそれとお腹壊したら大変じゃなくて、食べ物はもうとにかく全部フレッシュだ、
最高、ね、フレッシュフレッシュですよね、鮮度でない鮮度いい、すごい、そうめちゃめちゃ鮮度いい、もう羊もその辺に頭転がってるし、うん、ゴロンゴロン、そうですね、で街歩いたらあのなんだっけカルダモムじゃなくてトルコのスパイスのもう匂い、はい、だもうすぐあレストランあるわってすぐ分かるし、うん、で、うん、だからそんな風に、ね、だからもうワッシャンと一緒やん、あのワッシュがあのいろんな語の中でも香りをとても大切にしてるっていうことで、はいはい、それはもうやっぱりシェフもそうですね、スパイスのみならずいろいろな香り、だって僕たちの仕事でしょ、うん、味と香りと食感っていうその全部で、まあ、目で見てとか、うん、でそれはちょっと違う話なんだけど、うん、その食べるにその値するものかっていう、うん、いい匂いだね、いい香りだね、美味しいね、まずいね、うん、でなんかいいねこの手触りとか、うん、だから手で持って食べるって、和紙さんの量なんかもう抜群じゃないの、うん、本当にあのカリンカリンのポンフリット食べてさ、あれないフォークで刺して食べてほしくないよね、そうですね、芋けんぴこれみたいな上がり方だからね、美味しい、うん、そう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 、うん、そういうふうでしょ、すごく共通してるかな、うん、やっぱり香りでも実際に食事される方は香りでも食べてるんですよね、そう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 、その実際に口に入れる前がすごい重要なファクターだと思うんですけど、うん、だってジャガイモのフライだってさ、あれタイムだっけ、タイムわしゃっとびっくりするよね、おいしい、そうでしょ、うん、だからその香りでもうノックアウトされてるわけだからさ、まあ、あとは必然としておいしいよね、うん、なるじゃん、汚いな、何を言ってんですか、スペシャリストだから、そんな羨ましがらないでくださいよ、めっちゃ楽だわ、めちゃめちゃ楽だよ、ほんとにもう俺たちみたいになんか小賢しいことやんないでさ、ね、素敵だよ、やっぱりスパイスもワチグがいろんな25カ国も行かれてるので、その土地土地で理にかなったこう香りの使い方とかハーブだけではなくてスパイスとかいろいろな、そうですね、すごくありますよ、スパイスとお塩とっていうところは、はい、そうね、もうその国の香り持ってくるぐらいの感じなんで、まあ今は本当されちゃいましたけど、エアメールってすごく好きだったんですよ、はい、なんかフランスと日本で手紙にやり取りしてパラビオンで書いてあって、それするとなんかフランスの空気まとってる感じがして、それはすごい好きだったんですけど、だからそれが今は自分は料理をやってるからスパイスでそれを持ってくる、あ、お客さんにこうきちんとフィードバックするっていう感じのイメージはちょっと持ってますかね、なんかこう電子メールだと本当に何も無機質な感じで、うん、でもその手紙って要はスタンプをポンをする、はい、その国の切手が貼られる、はい、でなんか空気も一緒に運んでくるしな、風情が本当ありますよね、そうだね、ちょっとそういうのが原体験としてあるんで、はい、あのとにかくスパイスとかは買ってきてって、でも買ってきてあのちゃんと自分がこうその国の料理なり文化消化してないとスパイスだけが山積みになっていくんで、スタッフにはすごい嫌がられるまた買ってきた、これまだ似たねもんなんか持ってんじゃん、うちもよくそれ言われてますいや僕さ、わしさんトルコに行った時にあのオスマン王朝の料理を食べてみたい、いいっすよね、でそれを提供してる、まあ、世界三大料理、そうレストランがあるっていう風で、で調理場に入れてもらったんですよ、すごい、はい、で入れてもらって調味料がちょうどこのテーブル端から端ぐらいまで調味料入れがバンバンバンと並んでて、でオーダーのたびにこういう風でやっていくわけです、中華みたいな、そうそうそう、ね、分からない、あもうやっぱり俺たち日本人にはこれはないわ、無理ないっすよね、うん、やっぱりねわさび、うん、山椒、うん、そういう文化の国がこれを全部使い切って知ったかになっちゃダメだな、うん、僕もスパイス大好きなんで、そうですよね、うんうん、すごくわかる、わさび今ちょうどムサカシェフ夏のアップデートされてて、うん、ちょっとムサカをレストラン仕様的にやって、はい、スパイス、トルコのスパイス使われてるんですけど、やっぱりお客様の好みもありますよね、あの無機質にだんだん先ほど の、 あの、うん、お手紙の話でもないんですけど、やっぱりこう香りが
強いっていうお客さんもやっぱり実際いらっしゃるんですよね、はい、あので好きな方はもうワインとすごく合う、このワインと その香りと味わいが全部相まってっていうことで、うんうん、香りから食欲をそそられるっていうのはありますからね、うん、絶対あると思います。本当にそれをなんかこう、まあ、あ、ごめんなさい、それをなんか逆手にとってカレー屋さんってコーヒーも出してたりすると、カレーとコーヒーの香りって、はい、例えばその、排気で外に出てると、はい、一遍で分かるし、はい、その前を取るとなんかこう反射的にカレー食べたくなるみたいな、はい、そこにコーヒーの豆 の、 あの焼けてる香りもしたりして、それをあのなんか調味料にできないかなと思って、カレーとコーヒーでオイル入れて、そういうオイル作ったんですよ。カレーとコーヒーのオイルみたいなやつ。すごいですね。でそれが加熱されるとパッと開くんで香り。まあ何でもかんでもかけてるわけじゃないんですけど、あのちょっとお野菜焼いたままにピッとかけたりとかするんですよ。それだけで楽しいみたいですけどね、あの食べる方は。はい、あのお塩もワチフ出されてますよね。あのお肉をあれもすごいヒットされてるっていう。そうですね。あれ本当去年お話しいただいて、で今年の2月にあの発売されてっていうか、似たようなものがいっぱいあるから大丈夫ですかって、僕なんかのあれ大丈夫ですかっていう話からスタートはしたんですけど、あの皆さんすごく重宝してらっしゃるので、はい、それ何何？お肉の、お肉用の塩、お肉用のスパイス塩みたいな。スパイス塩、それをもうこう買って焼くとお店の味がもう再現できるみたいな感じで美味しく焼きますよ。そうですね、わかる。そうね、まあ普通に市販されてるのはなんか、ね、当たり前のもんですもん ね、 ね、はいはいはい、マルディグラのワチシェフの調合したものだから皆さんやっぱ憧れるんですよ。そう、美味しいしね。それはちょっとスパイスに関して言うと、当然自分でも作ってなんかあれができるかもしれないですけど、自前で。でもなんかやっぱりそういうスパイスのメーカーさんとなんかで、あ、いずれは、ね、はい、いずれはやりたいなと思ったので、それは本当、このコロナになってから、向こうもやっぱり先方もすごく何かを出していかなくちゃいけないっていうことで、うん、はい、皆さん考えられてたみたいで、それでお話いただいて。そうだね、単体じゃできないことってあるもんね。やっぱりレストラン一軒で、特にコロナ禍でご自宅での調理が増えてきた時に、ね、やっぱりお肉に塩するとかこのスパイスをっていうと悩むんですよね、ご家庭のお方たちですと、うん、どういうふうにしたか、それは分かる、うん、なるほどな、そっか。言ったらあれですもんね、フランス料理って、まあ、スパイスをちょっととしても塩味しかないですからね。塩味しか味付けてないから。はい、そう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 。だからやっぱりもうそのヨーロッパ全体がそうなんだけれども、そのもう隆起の地域だから、うん、基本的には塩だけなんですよ。うん、であとは全部植民地のものだからね。スパイスそうですもんね。そう、全部そう。うん。だからスペインにしてもポルトガルにしても全部中南米でしょ。でフランスはもう北アフリカでしょ。うん、だからそういう風をこうちゃんと、なんだろう、こう時系列的にこう考えな、あの学びながらその自分の料理を考えていく。でその時に今さっき和志さんも言ってたんだけども、僕いつも言う、その結論をまず出せや、どこに自分の料理を持ってきたいんだ、それに対して何が必要かっていうことを一つ一つ積み上げていける。じゃあ肉を焼きます、単純に焼くんじゃねえ、うん、焼いてる時のその目鼻で、あとは自分でカス、その焼きカスを食べるとか、うん、だから胡椒を最初から振るのはもう苦くするだけだから、じゃあこの香りっていうものがどの状態までは生きてるか、もしくはどの状態から振ったらそのベストな状態になるのかっていうこと、うん、それやること結構いっぱいあるんだ、うん、だからその集大成、やっぱり肉は一番面白いかな。そうですね、うん、
やってて時間かかるし、特に塊ほど面白い。だから醍醐味、あのワチフがその塊でできればっていうことで、そのままの、うん、だからね、あのこれ言っちゃうとまた怒られちゃうかもしれないんだけど、男の料理の醍醐味みたいな、うんうん、なんか似合わない、うん、こう男子がさこうグワーやってるの、うんうん、まあ、フランスに行くとね、あのおばあちゃんたちやってるけど、うんうん、なんか日本でこそなんかちょっとやってほしいかな、うんうん、だから海外に行った時にそのぜひそういうところも行ってみてください。イタリア行ったら僕あれだもん、本当にソーセージとかさ、スペインもそうだったけど、うん、そんなとこしか行ってないよ。でワチフはそこは行かれてるんですよ、いっぱい。だから今のシェフの今のメッセージ、若い方たちに、ね、だから行ってほしい、うん、入り込んで、ね、本当に、うん、まあ、レストラン行けばね、それはお仕着せで、まあそれはそれでは絶対に行く必要はあると思うんだけど、うん、やっぱり根っこのところからこう行っておくと、また全然楽しさは違ってくるんで、うんうん、そうです ね、 ね、まあ、ジェフ今日は本当あの長時間にわたってもうあっという間でしたけどもしかもノンストップでやらせていただきましたがあのちょっと一部あの今日お肉対談ということで話し足りないことは大丈夫でございますか。私も若い方 の、 あの質問を受けてたんですけどちゃんと聞き出せたいなと思って心配なんですけれども、まあ、でもどうなの、林さん、肉好き？肉好きですよ。シェフ肉好きじゃん。なんだろう、焼く方が好きになってきてる。あの焼くっていうか、その調理する方が好きになってきてるかな。あ、自分が食べるよりは、調理する方が好きになってきてる。それどういうこと？あ、その都度新しい発見がある、その楽しさ。その楽しさは もちろん前提にあって、だんだん年齢上がってきてますから、はいはいはい、あんな旅できないですからもうそうだよな、そうだよな、旅したいって言ってます。本当に旅したい、ワッシャルとね、そう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 、まあ多分ついていけないけどね、もうね、うんうん、そんなことないと思うんですよ。いやもう食べられない僕が食べます。食べられないって今言ったよみたいな。そうずるいよな、あの番組は。シェフからは大丈夫ですか、あとは、うん、僕はだからもうさっき言った、はい、うん、才能のない人間は自分に気がついて、はい、でどういう料理人を目指すのか、そのためには何が必要で何をしなければいけないのかっていうことをちゃんと考えながらやれば料理は面白い、はいはい、うん、でもこのコロナ禍の中で僕も今まで経験したことのないことを経験していろいろ学びました、はい、うん、なんかもっとこう、僕もどっちかっていうとワシさんのタイプなんだよね、うん、お客さんと一緒にワイ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 やってるのが好きなんだよ、ね、本当に。ワチクジュからも、あ、ワチクジュからも最後一言ちょっと皆様の方にちょっとマッセージの、やっぱり皆さんその何かを見て憧れたりする部分が料理の世界にあると思うんですけども、はい、その興味っていうかそういうものを長く持ち続けるにはちょっと自分をこう俯瞰で見れるように、そうだね、そうだね、感情的にならないで、はい、こう冷静に見れる自分も、はい、いると楽しさやその難しさも両方わかるし、はい、じゃあ何すればいいのかなっていう、もちろん努力はしなくちゃいけないんですけど、それが見えてくると思います。その通り、平面だけで動いてるとね、もう壁にぶち当たるとめげる、うん、でも俯瞰は自由だから。あ、なるほど、自由だ。なかなかそれはね、俯瞰で見るの難しいですよね。そう、難しい、なかなかできないんですが、はい、そろそろ終わりかなっていうぐらいになってやっと分かってくるよ。ありがとうございました。分かりました。すいません、今日はもう本当に忙しい中にご覧になってありがとうございました。めちゃめちゃ嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい、ありがとうございます。マルチグラでした。ごめんなさい、またそれに関してまた次回もよろしくお願いします。今度うちの奥さん連れてきます。